ガトトゥアイスか。始めるか。信頼なんてものは便宜上駒は手に入れた。あとは丸め込み、どちらが上かをはっきりさせるだけだ。上からの命令で仕方なく来ました、トガです。久しぶりだな、鳥野郎。てめえ絶対許さねえぞ。よろしくお願いします。遅れてすいません、オーバーホール。念のため一番遠いルートで来させましたんで。ヴィラン連合か、いいな、喧嘩しよう。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。マグネの彼を失わなかったけど、俺も彼を殺したくはなかったんだ。恨む気持ちもわかるが、協力関係となった以上、計画遂行に協力してほしい。マグネは彼女だ。てめえ最初にやった時もそうやって上っ面つくってたな。で、何したらいい。組の者同様、我々の指示に従ってくれれば。そのためにまずは個性の詳細を知る。情報交換、もしもの時連携を取りやすいようにしておきたい。もしもの時ならもしもの時に教えます。あなたたちのまだ好きじゃないの。なんだこいつ、仲良くなれるわけで。残念、本当に。ウィン。おい、ラメージやり足りねえぞ。いきなり襲いかかってきやがって、なんだこいつ。あーダメだ、やっぱダメ、なってないね。決めたね、感じ悪いもん。個性教えてやんねえ。あらゆるものを二つに増やす。そのために必要なのは明確なイメージ。イメージが不完全ならゴミが増えるだけ。人で言うなら身長、脅威に足のサイズ、多くのデータが必要だ。しっかり見て、しっかり測って、初めて一つを二つにできる。一身上の都合により、俺は俺を作れないが。なんで違う、これはいつもの俺じゃない。なんで喋っちゃうんですか。秘密にしている私がバカみたいです。血を取るとその人に変身できます。コップ一杯でだいたい1日くらい持続します。一度にいろんな人の血を飲めば、それだけいろんな人に、服も含めて変身できます。もともと着てる服と重なって肌感冒にならないといけないから恥ずかしいな。もう一つ教えてくれ。死柄木から裏切りの予定を聞かされたか。いいえ。OK だ。これから八斎会の一員として迎える。だが手配犯のお前らを自由にさせるわけにもいかない。指示のない限りはこの地下の居住スペースから出ないよう頼む。